野尻は、あれ鍵どうしたっけ。ほら、カビが入ってる。野尻行きたい。野尻やめちこ。日曜日です。今日はね、また雨だ。雨ですよ。雨やね。台風のせいでさ。とりあえず行って、ちょっとルアーとか買ってきたんで、それを試してみたいと。結構大きいんだよな、そこのバスも。水がちょっとでも汚いんだよね、けどほら、雨がやっぱ降ってるからちょっと崖っぽいところとかがあるんだけど、そこは気をつけて滑らないように、で、あれを買わねえかんね、ほんとライフジャケット、ライフジャケットをね、買わんといかん。ライフジャケット2つ買おうか。でも高いかね、あれ。いや、3000円ぐらいだったな、まとめて。あ、そう。アブガルシアのね、2万ぐらいするやつもね。やば。ニットのジャケット。まあ40、50ぐらいが釣れれば嬉しいけどね。全然いないことはないと思うけどね。いや、いるよ。いるよね。もう今のところね、この前のティーダムから、サイズがどんどん上がってきてるからさ。トントン拍子で、ね、でっかいのバク。ライアムインク50バラしてるからね、50ぐらい。でかいよ、あれもろでかかった。フィッキング見つかないよね。フッキングってか結び方やね。フッキング完璧やったやろあれ。今日は動画見てちゃんと結んだから。もう俺の結び方ちょっと違う。普通アバウトね。アバウトって言ってない。分からんけど。のじりこぴゃん。のじりこぴゃん。なんていうか、水の上にいろいろあってさ、隠れてるとこ、カバー系。カバーっていう系、隠れてるとこ、水面に。それしかなかった、今。水草だけってたら、そういえばね。どんちゃんか。カエルのピアトイレは行ったんかな。あ、どこかな、行く。お腹が痛い。うわ、髪が鳴ってるから。ああ、脱臼した。野尻港ピアノ、
建物の奥の駐車場の方に行ったらこうやって下り坂があるんで、ここ下っていけば、あのステージがあるから。え、うわ、あー、竿が。なんだこれ。うわ、屋根がないねこれ。残念なことに池に水草がバーってあって、とても釣りができない野尻湖は。なので三池に行きます。高原町三池に来ました。すごい雷が鳴り出して中断ですね。9月22日か今日、うん、日曜日、大雨、こういう時は当たります。どうでもいい時に晴れて、あ、聞こえますか、ゴラ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 、釣るぞ、熱しとくか。稲光が見えた、一応怖い。やばいなこれ、できんねえ、
ついてきたよね今。めっちゃついてきた今。だよね。めっちゃでかかった今。ついてきたよね今ね。なんか見えたぞ俺。眼鏡なしでも見えたよ。引っ掛けんなよ。よし。ほらほらほら、追ってる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 、ほら。ほらほらほら。見えるかよ、メガネ。